コメオ VS ベイアンです。まずはコメオ選手からお願いします。コメオ君来ましたよ。止める準備してた方がいいです。開始早々殺してやろうかなと思ってますよ。まあ明日の見どころはマリモ対コメオちゃんは金玉、マリモと金玉でお願いします。お前追ってんのかおいちょうどいいよ、お前には席に戻ってください。金玉が、あ、コメオ VS ベイアンですか。はい、どうですかこちら。いやもうコメオくんはね面白いよ。もうコメオくんがいるだけでもう相手が誰でやろうと面白いんですよね。確かに会見からなんかその空気変わりますもんね、うん、やっぱやっとなんかコメオくんだってめちゃめちゃいろんな人に喧嘩売られてて、これを勝ち取ったベイアンですもんねすごいですよね、はい、本当に大人気、大人気、大人気コメオくんに来ていただいてます。どうぞ。おコメオくんいるじゃん。はい、どうぞどうぞなんかさ、貫禄出てきてるんだよな。なんかね、オーラ、オーラ出てきてる。金玉、はい、金玉2期。いやいや、金玉2期はもうブチ切れましたよ、正直。殺しちゃろうかなと思って。なんか悪口じゃん、もうそれ。金玉2期は悪口なのよ。やばいよ。それ定着したらまずいよ。本当っすよ。まずいぞ。マジで。今何々にぎって流行ってきちゃってるから金玉にぎって流行った一人だけちょっとおかしい。まずいよね小宮君、あの意気込みはお願いします。そうですね、なんかまあなんか試合前からなんか井原亮が喧嘩打ってきていろいろ問題起こしたりとかいろいろあったけど、まあ今回まあベイアンと決まって、まあそうですね、まあ10秒以内に殺しますよ。まあ次負けたらもうブレーキングダウン俺も持てるつもりないんで、おお、今回でちゃんと次につなげようかなと思ってます。いやでもなんか小宮君なんか自信に満ち溢れてるよね。なんかその結構練習してきたんだろうなっていうのがちょっと雰囲気に出てるっていうか、ちょっと楽しみですね本当に、はい、頑張っていただきたいですね。はい、小宮さんありがとうございました。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。コメントもいただけると嬉しいです。